はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらの2冊ですね、グローと大人ミューズの通常語の方を紹介していきたいと思います。で、大人ミューズの増刊語の方は今朝こちらですね、ゆきちゃんの方開封いたしましたけれども、もうちょっとよく詳しく写していきたいなと思いますので、そちらもご覧ください。それでは早速開封していきましょう。それではまずはグローの方から開封いたします。はい、開封いたしました。今回の付録は、ディーン&デルーカのレジカゴ買い物バッグと、これボトルケースですね、こちらの2点セットになってます。はい、でグローの8月号なんですけれども、かなり人気がありますよね。私も最初に行った書店で売り切れていて、で2軒目も売り切れで、4軒目くらいでようやく手に入れることができましたので、もし気になっている方は動画を見ていただいて、まあ、ぜひね早めに購入していただきたいなと思います。はい、では見ていきましょう。それでは写していきます。まず保冷ボトルケースから説明します。はい、ディーン&デルーカの白いロゴが入ってますね。まあ、ブラックにこのホワイトの文字ということで、とてもシックな印象ですね。で表面の素材はポリエステルが使われております。こんな感じで、ここの金具ですね、これは、取り外しができて、このバッグの外側にこう引っ掛けて吊るしておける、まあ、バッグに入らない時とかに、まあ、外側にも付けれますよっていう、まあ、そんな感じですかね。で反対側はここを固定されてます。まあ、手で持ってもいいかもしれませんね。はい、でここファスナーはこのように普通のものが使われておりまして、開けてみます。はい、保冷ボトルケースということで、まあ、中は、はい、このようになってます。でサイズ的にはちょっとペットボトル入れますけど、はい、500ml のペットボトルはこうもうほんとすっぽりと、はい、入っちゃいます。でさらに大きめのペットボトルということで 600ml、 これ600ml 入ってるんですけど、はい、まあ、入れるとですね、完全に閉めることはちょっと難しいかなっていう、まあ、それくらいのサイズ感ですね。ちなみにしばこぺちゃんもちょっと入りませんね。はい、ペットボトルを入れるのはもちろんなんですけれども、溶けやすいホワイトロリータを入れておくのもいいと思います。暑い日はやっぱり保冷ボトルケースっていうのが重宝しますので、まあ、1つ持っておくといいかなと思います。はい、ファスナーもしっかりとここまでしまって、そこの部分はこんな感じですかね。はい、で若干こう曲線を描くような、まあ、そんな形状の保冷ボトルケースになっております。はい、お待たせしました。ではメインのこちらレジカゴバッグ見ていきたいと思います。もうすでにこの折りたたまれてコンパクトにした状態で入っていたんですけれども、この状態にできるっていうのがやっぱ嬉しいですよね。レジカゴバッグですよ、これ。幅は2ルマンド、高さは 1.2 ルマンドです。はい、それでは開けていきましょう。ロゴもしっかりと入っておりますね。ではファスナーを開けていきます。素材は同じくポリエステルが使われております。はい、広げていくと、あ、こんな感じ。あ、すごい大きい。はい、ご覧ください。ディーン&デルーカの大きなロゴが入っております。もうブラックということでですね、はい、これは大きなバッグになっております。はい、中開けていきましょう。あれ、しばこっぺちゃんとゆきちゃん、そこにいたんですか。あ、今から紹介するんでちょっと出ててください。はい、一旦広げてみました。やっぱり大きいです。レジカゴに後でちょっとセットしてみますけれども、大容量という感じですかね。で先ほどこうコンパクトにまとめてた時のこの部分が底の部分に当たります。ファスナーがここにちょっとむき出しになってるような、まあ、そんな感じになりますね。はい、で持ち手の部分見ていきます。はい、ここの幅もしっかり取られているので、まあ、肩にかけたりも余裕でできると思います。で持ち手の部分幅4センチあります。ね、しっかりとした幅があるので、まあ、肩にかけた時とか、まあ、手に持った時も、はい、しっかりとガチッと持てると思います。
でこう、まあ、全体本体とこう一体型といいますかね、はい、このようにつながっている、まあ、そんな仕様のバッグになっております。で開口部分は、巾着仕様ですね。ここご覧ください。巾着仕様、もう真っ黒でちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、ここ巾着仕様になっていまして、しぼめることができます、うん、で中は特に何もないです。空間があるだけの、はい、まあ、そんな仕様になってます。ではレジカゴにセットしてみます。はい、レジカゴにセットしてみました。でセットしようと思ったんですけど、ちょっとこの角が入んなくてですね、私が持っているカゴはちょっと大きめなのかもしれないですね。はい、なので、まあ、カゴのサイズによってはちょっと入らないかもしれないんですけど、だいたい入れるとこんな感じになります。はい、すっぽりと入ってくれますので、まあ、このまま中に物を入れて、そしてあとは閉じて、そして持って帰るというね、まあ、やっぱり便利ですよね。はい、でここで比較という意味で先日、購入して紹介しましたこの紀ノ国屋のムックボなんですけれども、はい、まあ、こちらはここにセット、このカゴにセットしたらしっかりと、はい、ここ回りましたので、まあ、この周囲だけを言うとこの紀ノ国屋の方がちょっと大きめのサイズなのかなというところですね。容量に関しましては今から正式な測定を行いたいと思いますので、はい、ブルボン測定に入りたいと思います。で今回のブルボン測定はこちら、先日紹介しました通り38ブルボン入ってます。はい、まだ入ってます。なのでこれをこっちに移す形で測定を行いたいと思います。ディーン&デルカレジカゴバッグの容量は38ブルボンです。はい、まだ余裕がある感じだったので、まあ、容量的には先日紹介したこの紀ノ国屋の、まあ、保冷ができる方のバッグとほぼ同じ容量と言っていいんじゃないでしょうか。はい、で実際に持った感じはこの後紹介する大人ミューズの付録と一緒にやりますので、はい、後半の方で確認してください。はい、お待たせしました。ここからは大人ミューズの通常号の方開封したいと思います。はい、開封いたしました。今回の付録は紀ノ国屋のトートバッグと保冷保温ポーチとなっております。まあ、2点セットということですね。はい、ではちょっとアップで映していきます。まあ、奥の方でゆきちゃんとしばこぺちゃんお昼寝してますけれども、はい、気にせずアップにしていきます。はい、まずはこちらがトートバッグですね。はい、そしてこちらが保冷保温ポーチとなってます。でサイズ的に、ここまで大きなバッグばかり見てきたのでちょっと小さいかなってなっちゃうんですけれども、はい、しっかりとした容量はあるのかなと思います。はい、で見てください、この紀ノ国屋のロゴがまたかっこいい、おしゃれ、ね、白地にこのグリーンのロゴがやっぱかっこいいですよね。で素材なんですけれども、これはキャンバス生地と言っていいんでしょうかね。はい、まあ、綿と書いてあります。しっかりとした強度のある仕様になっております。で持ち手の部分は、はい、こんな感じですね。うん、はい、まあ、色が白なのでちょっと汚れを気にしちゃいますけれども、うん、やっぱりこう、あ、でここ見てください、この底の部分が丸いので、まあ、バッグ自体がこうちょっとねこう丸い形、可愛らしい形してます。はい、中見るとこうなってます。なのでこう持ち歩くのは、はい、可愛らしく持ち歩くことができると思います。はい、でこちらがトートバッグになっておりまして、でそれにすっぽりと入る形のこの保冷ポーチ、
になってます。でこちら黒と白の、まあ、そういった組み合わせになっておりまして、で裏面こうですね。で形状はもちろん同じ形してます。丸い形になってまして、これはポリエステルの素材が使われているので軽い。で保冷ポーチということです。はい、中はこうです。うん、はい、たくさん、あ、結構やっぱたくさん入りそうですね。お弁当とかを入れて、でこのポーチにセットして夏場とか持っていきたいですね。でここから取り出して、でお弁当を食べるみたいな、そんな感じがいいのではないかなと思います。でまあ保冷がいらない時は、まあ、これだけを持ち歩くと、まあ、そういった使い方ができそうです。で保冷ポーチの方はこのように巾着仕様になってますので、はい、とても便利かなと思います。でこれをこのまま、はい、こんな感じでセットすることができちゃうね。いや、おしゃれ、あ、とってもおしゃれです。はい、まあ、そういった仕様になってます。はい、であと念のため細かい部分写していきます。で持ち手の部分は裏面こんな感じになってます。はい、でですね、はい、このように縫われてます。うん、で底の部分は、はい、このようになってますので、はい、まあ、しっかりとしたこちら作りになってますので、うん、毎日ガンガン使っていけそうですね。はい、でこちらのポーチの方は、はい、まあ、巾着の部分はこんな普通の紐が使われてます。ではこの辺はこのように仕上げられておりまして、で底の部分見ていきましょうか。はい、ちょっとこうこの隙間から糸のようなものが見えているのは気になりますけれども、うん、まあこんな感じですかね。はい、まあ、これだけで使ってもいいと思います。はい、それでは気になる容量測定に移りたいと思います。はい、それではブルボン測定に移りたいんですけれども、現在我が家のブルボンは全て、はい、あちらの奥のあの中に入っちゃってますので、ちょっと取ってきます。はい、それではブルボン測定に入ります。紀ノ国屋トートバッグの容量は10ブルボンです。10ブルボンあれば十分かと思います。はい、それではディーン&デルーカのバッグ持った感じをお伝えしていこうかと思います。はい、どうでしょうか。もうかなりやっぱ大きいですよね。見た目かなりでかいです。で、たくさん物を入れて重くなるんですけれども、このように肩に、はい、ここ広いので余裕で肩にかけることができますので、はい、こんな感じで持ち歩くことができます。楽ですよね。で、多少ですね、ここ細くて薄いのでちょっと手が痛くなったり肩痛くなったりっていう多少気にはなるんですけれども、まあ、この容量なので、うん、これから有料化に向けてぜひ一つ持っておきたい、そんなバッグだと思いますので、もし気になった方は早めに書店の方に行かれた方がいいと思います。売り切れちゃいますので。で比較という意味で先日紹介したこの紀ノ国屋のバッグ、はい、まあ、これと比較すると、まあ、こんな感じですかね。はい、まあ、こちら今何も入っていないんですけれども、持ち手の方がこうしっかりとしているので、まあ、肩にかけたりする分には、まあ、こっちの方が有利かなとは思います。プラス保冷もできますんでね。はいはい、ただこちらはよりコンパクトに折りたたんで持ち運ぶことができますので、レジカゴバッグ今持ってるけどもう一個欲しいなとかね、まあ、そういった場合にも、まあ、ぜひこちらおすすめとなっております。はい、で続いて今度はこの大人ミューズの通常号の紀ノ国屋のバッグなんですけれども、ご覧ください。可愛らしいサイズね、この形もちょっとね丸くて可愛くなってると思うんですけれども、どうでしょうか。はい、こんな感じでお弁当なんか入れて持ち歩くととてもおしゃれかなと思います。
先ほどのバッグとかに比べると全然小さいんでね、はい、ちっちゃく見えますけれども容量はしっかりとしておりますので、気になった方こちらもぜひチェックしてみてください。はい、それではここからは大人ミューズ増刊号の付録、ゆきちゃんの方見ていきたいと思います。朝一度動画上げたんですけれども、より詳しく見ていきます。はい、ご覧ください。この可愛らしい顔、ね、ちょっとにんまりとしたこの口元が可愛らしいです。で、全体的にもうモフモフなんですね。はい、わかりますでしょうか。モフモフの体をしております。で、この大きな耳がついてまして、で、ここにはベルがついてますね。音も鳴ります。で、足元もこのふかふかとした足元がとっても可愛いです。はい、で、体もほんとモフモフ、ね、このようにお部屋に置いておくと癒されること間違いなしですね。はい、で、こちらのゆきちゃんはもちろんこれぬいぐるみではありません。はい、ポーチなんです。ということで、ここにファスナーがついちゃってます。で、この尻尾が持ち手になりまして、はい、このように開けることができます。で、ここがポーチの、はい、なってるということで、ではポーチの容量を一応測っておきましょうかね。はい、ではブルボン測定に入ります。ゆきちゃんポーチの容量は5ルマンドです。ゆきちゃんは毎朝5ルマンド食べますので、まあ、ちょうどいい容量になってますね。ちなみにしばこぺちゃんは3ルマンドです。はい、いかがだったでしょうか。ここまでグローと大人ミューズの8月号の紹介をしてきました。それでは最後に来月号の予告をして終わります。はい、グローの来月号の付録はこちらになります。来月号のグローは通常増刊特別号と3冊同時発売になってます。まずは通常号を見てみましょうか。こちらスヌーピー6ポケット付きティッシュボックスカバーです。はい、ご覧ください。これも見た瞬間欲しくなっちゃいますけど、ティッシュボックスカバーで、ここにポケットが6つね、表と裏についてるということですよね。これが裏面ですね。はい、で、これティッシュボックス、これ中こんな感じなんですけれども、ボックスをこう2段重ね、これだけ高さありますん で、薄めのものであれば3段重ねで積み重ねてティッシュを置くことができると、まあ、そんな仕様になってます。で、ポケットにはこのように今リモコンとかですね、テーブルの上に置いてあるようなものをこう入れておくことができる、とても便利なアイテムになってます。スヌーピーとかウッドストックとかね、チャーリー・ブラウンもあって、スヌーピーファンはこれは必見だと思います。で、続いて増刊号はこちらスヌーピーステンレスボトルです。はい、爽やかなカラーのステンレスボトル、こちらは容量は 125ml のコンパクトサイズになってますね。はい、セブンイレブン限定発売ということなので、まあ、ボトルね、今までたくさん出てたくさん持ってると思うんですけれども、こちらもぜひチェックしてみてください。そしてこちらが特別号、ファミリーマートローソン限定ということで、スヌーピーマルチコンテナ&ドッグハウス収納ポーチになってます。はい、こちら3つマルチコンテナになっていて、3個セットに加えて、これを3つ収納できるこのハウス型ポーチがついていると、いや、これまた豪華な付録になっております。はい、お弁当、小物整理、さまざまなシーンで使えそうな特別号。はい、7月28日3冊同時発売となっております。はい、そして大人ミューズの来月号はこちらになります。はい、来月号は2冊同時発売で、通常号はこちらですね、ピカチュウのふわふわ刺繍ポーチセットです。はい、ピカチュウポケモンです。ふわふわ刺繍ということで、このピカチュウの部分がこれ刺繍されているということのようですね。はい、この部分がふわふわなんでしょうかね。はい、まあ、ピカチュウ好き、ポケモンファンの方はこれはぜひゲットしたい、まあ、そんなポーチセットになっているかと思います。はい、で、同じくピカチュウということで、増刊号がこちらなんです。セブンイレブン限定でピカチュウのハンディ扇風機です。はい、大
黄色の目立つハンディ扇風機、この耳のこの部分がまた可愛らしいですね。でストラップ付きで首からも下げることができると、まあそんな仕様でしょうかね。まあこの鮮やかなイエローということで、バッグの中に入れておいてもすぐ見つけて取り出せそうな、もう目立つそんな色になってます。はい、大人ミューズの来月の付録も7月28日発売となっておりますので、こちらもチェックしておきましょう。はい、というわけで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。そして Twitter、Instagram もやっておりますので、説明欄からぜひフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。